すいません、じゃあ続きやっていきます。じゃあ50ルピー投げよう。爆弾回復してもらおっか。はい、まあ一旦こんくらいに。多分爆弾とかもさ30個くらいまで増やせると思うんだけど、うん、おそらくね30個くらいまで増やせると思うんですが、え、あ、なるほど、今まで、あ、パワーグローブってそういうことか。今まで持ち上げられなかった岩が持ち上げれるから来た進みましたね、急に。つまり、じゃあ5個目の神殿行きましょうか。こいつに構ってる暇ねえな。氷の塔やだね。これ動かせたりとかしない。なんこいつ、ん、効かない攻撃が。なんだこいつ、ん、何こいつ、ちょやめてほしい本当に。そこ引っ掛けといて、ん、セロよ聞くがよ、ここでは大小2つの炎がお前を守ってくれるだろう。ん、カンテラとか使えってこと、これファイアロッドとカンテラ。カンテラ装備しとくか。魔力使用も、何これ、ん、なこれ、こいつをここにはめ込むとか。はめ込むってなんだ、あ、死んだちょっと待って、うん、でもなんか確かにあそこにはめ込みそうな感じはするけど、でもどうやればいいんだこいつ。誘導するとか、 ここに入ってほしいんだけど。あー、なんかうまくいかねえな、なんか行動が。これもしかして足元滑る、これ。なんかうまいこと動かないな。なんだこいつ、なんかいい武器あるかな。弓矢とか、早お前、うーん、来いよ。なんかうまく動かねえな。うん、ちょっとわかんねえぞこれ。あれ？動いてない、うん、大小2つの炎、あ、動き出した。うー、ちょあーやっぱ倒さなきゃダメな。はめるとかじゃねえわ、はまってたのが出てきてるだけ。ファイアロッドにすっかな、うん、あ、倒した。うあ、普通に倒せるのね。よし、じゃあ行きましょうか。もう妖精めっちゃ使っちゃって、まあ、魔力のね、使用が、あ、ごめん、ちょっと動画撮れてないから多分わかんないと思うんだけど、魔力の使用半分になりました。さっき、実は収録してたんだけど、あ、なんかキャプチャーミスってて、うまく撮れなかったんですけど、そう、魔力の使用がなんかね、2分の1になったんで、はい、安心してくださいというか、まあそんな感じですかね。うん。そう、なんか、変な壺、なんか池みたいなとこに、振りかけ、魔法の粉を振りかけたらなんか、社会人の悪魔みたいなやつが出てきて、そいつが、助けてくれた俺を。回復しよう。うん。なんか、ようございますね、みたいな感じで。じゃあ行くか。動かせるんじゃない？ここで、あー、そこ食らうのか。もう連打しよう、めんどくせえから。よし、かかってきな。なんだこいつら、あー、ちょっとここやだな、これ。来いよお前ら、うわー変な声出しちゃった。行くか。おはー、ダイナモ感覚、ダイナモ、ようこそいらっしゃいました。おはようございます。おはようございます。ゆっくりしていてください。副ショットにしとくかな、うん、今日はゼルダの伝説、今裏世界の神殿5つ目。あー、ちょ、なにこれ、あー、コンパスか。ちょ、あー、てかマップ見てねえな、今マップないけど。へえー、 B7 回ちょっとやめてくれよ、広すぎ、広すぎ。ここにスイッチがある、
よし。あ、きつい。ちょ、お渡し機。あ、きつい。あ、きつい。あ、もうちょ、動きが、もう氷の上動きづらすぎる。気持っていくか？ようこそいらっしゃいました。ゆっくりしていてください。よろしくお願いします。もう氷の上操作難しすぎるよ。いきますか。まずファイアロッドで、こいつ焼き払わなきゃいけない。バカめ。もう俺にはその手は通用しないぜ。一度やられた手には、この氷の上嫌いやわ。ああ痛い。しびれネズミが。しびれネズミきついわ、しびれネズミが。ネズミじゃないですね。はい。そう、ほんと魔力のあれがね、いい感じだから。よし。あ、ちょっと。よし。あー、余計なダメージ食らいたくないな。一回下行って、でもここコンパス取ったからよくて、で、こっち行って、ここがね、ちょっと変なダメージ食らっちゃうから。よし。耐えろ。あー、きつい、もうこの、ペンギンたち。あー、もうペンギンたちが。怪獣たちがやべえ。ちょ、無視すか。いや、無視できない。多分これ倒さなきゃダメだな。ちょ、一回どっかで回復薬買わねえと。これ、クリアもままならねえぞ、マジで。あ、やばいやばい。あ、なんでボタン押しちゃうの。あ、ちょっと、めっちゃ追ってくる。こいつ狙って俺に攻め込んでくるぞ。ちょっとこの、やめろ、この、そのなんか、手で握ると健康になりそうなやつ。え？なにこれ。てか、滑るな、ここ。なんか壊す方法なかったっけ、これ。ハンマー？違う。なんか壊せないかな、これ。向こうの、フックショットってどうだっけ？どうするんだろう。ここは今行けない感じかな？弓矢とかも効かない。爆弾とかでボンってならん。てかもう HP やばいんだけど。なんかさ、俺昨日酒飲みすぎてさ、鼻水が止まんねえんだよな。あ、ちょ、YouTube の方コメント見てなかった。ニコ動のコメントしか見てなかったわ。ごめんなさい。ようこそいらっしゃいました。ゆっくりしていってください。ポケダンシリーズ一気見しちゃった。面白かったです。嬉しいですね。今度俺闇の探検隊やるんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。あ、一回出よう。ゆっくりしてて、おはようです。おはようございます。ゆっくりしていってください。よろしくお願いします。今日ゼルデンやる。ゼルデン。いいでしょ、駅伝みたいで。行くぞー。今日はゼルデンの日。てか、ここ倒さなくてよくね、これ。こいつら。無視でいいや。ほい。ニコ動と YouTube 連動なんで、安心してください。俺を攻め込まないでくれ。あー、もうなんだこのライムスライムが。ちょっと、こいつ、許さねえ。絶対に許さない。よっしゃ、行くか。でさ、なんか向こう行き止まりだったから、ちょっとこっち行くか。ようこそいらっしゃいました。ゆっくりしていてください。よろしくお願いします。ちょっとね、プレイに集中するとコメント、ちょっとこれやばい。なに。あ、もうお前ら、おい、レイプされてる、レイプ。ちょっと、もう、最悪、放送禁止用語言っちゃったよ。あまりの、がっつき具合に。あまりのがっつき具合に放送禁止用語連発しちゃった。許してください。悪気がって言ったわけじゃない。さながら、なんか、劇場版エヴァンゲリオンで、なんか、試作エヴァンゲリオンについばまれる2号機を想像しちゃった。
やめてください、本当に。ちょっとアウトだった。いやでもあんなさ、がっつくんだもん、やつら。そうやってすぐさ、女の子が、可愛い女の子がいるからってさ、体目当てなんだもん、そうやってすぐ。よし、オッケー。行くか。で、ちょっと、敵が多いなぁ。ハート加藤、ちょっとこの氷の上で戦いたくねえな、マジで。おはようございます。ようこそいらっしゃいました。今日はゼルディングの伝説やっていきます。で、ここ向こう行くんじゃなくて、とりあえず初手貯めて、間に合う。これ。大丈夫。こいつら、直進だから、俺のここには攻撃できないはず。ここで剣振っとけば最強だから。絶対食らわない。絶対に食らわないね、この位置。神ポジだから。これが強ポジってやつだぜ。あ、もう最悪。じゃもうこの赤いなんかさ、おしゃぶりみたいなやつがさ、すげえ俺の邪魔するんだけど。あ、これ持ってるだけじゃ、これ持ってちゃダメだよ。上行きますか。ああもうこいつら戦いたくねえ、マジで。ちょっといいや。ああこいつら戦いたくねえな。弓矢で行くか。うわー、あのアリンコとこいつら倒すのすげえ怖えわ。こいつらなんか発光するんだもん、そうやって。ああ怖え。あ、それ取りたいけど。よし、回復した。え？何これ。あー、爆弾かな。ちょ、しびれクラゲやだな。ここ爆弾だね、多分。ほい、よし。しびれクラゲが、しびれクラゲがすげえ邪魔なんですけど。よし、オッケー、落ちれた。でもう一回、そう、一回ちょっと出てみるか。ちょ、ハート欲しいな。オッケー。何こいつ。なんだあいつは。下 B 打ってくんだけど、めっちゃゼルダ、ゼルダ得意の下 B 打ってくる。じゃファイアラットでいくか。怖えし、なんか突進してきそう、こいつ。何あ、ちょっと待って、戦う必要ある。こいつ効かない、ダメだ、炎は効かない。剣か。ちょっと副ショットいくか。何こいつ、剣か。ん、なんだこいつ。あ、効くじゃん、めっちゃ攻撃。ん、何何こいつは。え、燃やす、仮装する。こうやって骨になったところ、あ、でも燃えねえ。粉砕する、これで。え、よくわかんねえな。あ、ちょ、めんどくせえことになってきた。ちょっと待って、めんどくせえことになって、さっさと下降りよう、これ。えー、効かないし。ちょっと、もう俺、爆弾置くのが下手すぎる。ちょっと待って。爆弾置くのが下手すぎる。ちょっと、やめて。なんで進行方向にしか爆弾置かないの、そうやって。よし、オッケー。やめて、なんだお前ら、マジで。え？何それ、フェイク？え？ちょっと、これ骨倒さなきゃダメなの？なんだそこ。それフェイクか。これでも、この骨ってどうやって倒すんだろう。あ、話聞いてみるか。骸骨の剣士は剣だけじゃ倒せない。崩れた時にとどめを刺して。何で、わかんないけど、剣からのコンボ技じゃないと倒せないってことだよね。これだよ、この時に。あー、何が効く。魔法の粉でも振りかける。生き返らせよっかな、これで。仮装かな。カンテラ使ってみるか。あ、効く。え、なんかめっちゃ、え、引かない。
なんかカンテラが効いてるっぽいんだけど、でもカンテラはちょっと限りあるから無理だよな。シャベル、何がいいんだこれ。こいつには何が効くの。ハンマーとか。いやハンマー効かん。死んだこいつ。死んでね。いやでも絶対なんかそういう限りある方法じゃないはずなんだよな。わからん。効かねえな。何だこれ。ショットも効かないし、ブーメランは、あ、ブーメラン効く。あ、ブーメランハマった。ハマったけどこれ倒せんのこれ。なんかドゥンタツドゥンドゥンドゥタツドゥンツタドゥンドゥンドゥチドゥンドゥンタツドゥンドゥンドゥチドゥンドゥンツドゥンドゥンドゥチ。リズム天国みたいな。あ、爆弾。え、爆弾じゃない。あ、死んだ。なんかなんじゃそりゃ。よくわからん。何で死んだのかがわからん。こいつ死因不明なんだけど。ちょ、爆弾置いてみよう。爆弾置いて、あ、ほんとだ、爆弾だ。なんか死因が不明だったけど、いけましたね。はい。何これ。もう最悪、ここ絶対通りたくないんだけど。なんかいるし、ナマズみたいなやつがいる。絶対これあれじゃん。もう、あ、もう食らった。もう最悪。いや、あれ無視したいな、普通に。なんかナマズみたいなやつがいるんだけど。ウナギかな。これ寄せ欲しいな。エネルギーが足りねえ。あー、ゼルダの伝説楽しすぎるわ、マジで。こんな楽しいゲーム初めてだ。よし、完璧。いくぞ。あー、なんか HP、 これさ、生き返った時に HP が多い時と少ない時が、いや別にねえわ。あの、なんかあいつにやられてただけだ、多分。はい、よし、楽しい。 YouTube の視聴者ばっこり減るんだけど、ちょ、やめてな、なんかそういうの。ちょっとてか単純に YouTube はコメント読むの遅れたからっていうのある。実際ちょっとニコ動、いつもの感じで俺ニコ動を見てるから、ちょ、 YouTube のコメント読みが遅れちゃうっていう。別にどっちかに優劣つけて読んでるわけじゃないです。よしよし、うまいっしょ。最悪なんだけど。よし、オッケー。で、こっち開けて、あー、でもなんかサクサク進めるようになってきたね。うん、規制には気をつけよ。こいつら無視したいな。あ、なんか倒しちゃった。いって、あれ、あー、爆弾仕掛けていかなきゃダメだ。ちょ、こいつらめんどくせえな。あ、もう最悪。ちょ、爆弾で、結構このダンジョン爆弾が必要になるね。最悪。くそ。もうちょっと、お前ら俺を狙って動いてんのか、お前ら。あー、もうちょっと、お前ら、おい、周り、あ、違う違う違う、いて。ちょ、もうダメだ、変なことになってる。お前ら、よし、行ってきまーす。でかい骨でしょ、ここ。いった、お前。もうそんなさ、脳天突撃バズーカ撃たれたらさ、俺だって困っちゃうよ。よし、まず一匹殺してやるぜ。よし、完璧。もうスピード感が重要になってくるわけよ、世の中。よし、ハート。じゃ、この HP でここ行くの無理だって、これ。
な。よし、あ、取りたい。よし、よし、ナマズが、あーもうちょっと最悪。あーもうこいつしびれくる。あーそこで鍵出すの？そこで鍵出す。あーもう痛すぎるマジでお前ら。ナマズに食われた。ノボドボトケを噛み切られた。マジか。まあ鍵取れたからいいや。オッケー。うん。ちょっとまあ何回かチャレンジするしかないな。うん。今の鍵さ気づけなくない？え、なんかバグった。今の鍵気づけねえよな。よし。よし、行きますか。ちょっと HP がな。で、このペンギン結構食らうから嫌なんだよな。ほい。で、こっち行って。初手で2匹倒して4匹倒していって、ちょっと無駄なダメージ食らっちまうからな。いけ、よし、オッケー、いいね、最小限でいけた。で、上行きますか。で、ここなんだけど、ここさっきめっちゃ余計ダメージ食らったから、ハートでかい、これ。今のハートでかいぜ。いった！よし。なんか変なとこにいるよ、もう。よし。危ねえ、今の。あーちょっとこれはまずい。 OK、 いいね、ついでに敵も倒せた。で、あー骸骨おじさん登場か。え、ちょっと、あーちょ、意味わからん、お前の当たり判定マジで。ちょっと物理法則を無視した当たり判定なんだけど、あーどうしよっかな。一回回復薬買いに行った方がいいかな、これ。ちょっと攻略がままならん。カットいってな。なんか攻略を見えてない状態だとさ、いくらでも HP 使っちゃうからさ、結構無駄になっちゃうんだよな。なんかせっかく取りに行っても、なんか無駄に HP 使っちゃったりするから、ちょ、落ち着こう。さっき全然できてたし。よし、大丈夫、落ち着けばノーダメでいける。お渡し式ゼルダ。だから攻略の道は見えてるから、絶対あそこのスイッチを何らかのあれ動かして、こうまっすぐ行って、いいね。オッケー、美味しい。よーし、進むぞ。で、次、クラゲ。このクラゲがね、俺、ほんと苦手で。大丈夫、いける。よし、オッケー。いいね。で、ついでに、魔力も回復しつつ。ちょ、時間はあるからゆっくりやろう。うん、OK。じゃああいつも倒しとくか。あら。あー、投げ込めないか。あ、そこ、その高さ、投げ込めない高さか。やられた。もう、
っと 自爆でもうそれダメージ食らうっていうね。いった、なんだお前ら。あー、ちょっともうダメだ、ムキになった俺は。もうちょっとムキになっちゃってさ、すぐそれもったいないプレイをしちゃうんだよねすぐムキになっちゃう。よし、